どうもこまるわです。まず最初のコース、死んだらゴールできるコース3。さあ大人気コースやっていきましょうか。死んだらゴールできるっていうことは死ねばいいってことだよね。でちなみにここ最終的にここに帰ってきてゴールができるっぽいです。やっていきましょうか。あれちょっと待って、この下ゴールあるよね。このままいけるんじゃないか。行ってみましょう。間に合うか。あー惜しい。こうやって、ギリギリにゴールできないようにできてるみたいです。なんか今日声枯れてるな。まあやっていきましょうか。これはファイヤーが出るってことか。あっ、くっそいけないようになってる。こっちはこう、無理だね。いけないね。じゃあ降りて、右で、まあどっかで、最終的には死ねるっぽいけど。あ、これもいけないように隠してあるね、雲ブロックで。なるほどね。この人のコースめっちゃすごくてね、ほんとに火とかに当たっても死なないようになってる。これ見てて、すごいよ。おー、ギリギリになってる。でこれ切り替わるのか。もう一回切り替わってくれたら落ちてくれないな。それも落ちないようになってて、なぜか壊れるキラーが。あ、このメットの効果によって壊れるんだ。さすがすごいね。さあどこで死ぬかによるけど、はい、あー、いいタイミング、スターで。ここでちゃんとスターが終わるタイミングでスイッチが切り替わるのか。あ、なんか来たね。このメットさえいなければ僕はすぐに死ぬことができるのに。あー、ダメだね。 OK、 入っていきましょう。なんかね、いつものパターンだったら予想外のところで死んだりする。これ隠しブロックっぽいな。そうだよね、これ全部隠しブロックがあって。でもね、ここまで完璧に作られてるようなコースでも実は死んだらゴールできる1の時はなんかバグかなんかで死ねたような気がする。だからそういうバグを探していきたい今回は。ここは？あれ？落ちる。あ、これなんで落ちないんだ？どういう仕組みだ？え？こうやって落ちないように作れるんだっけ？あ、なんかあるな。ここ床があるぞ、地味に。下に床があって落ちないようになってるのか。で、このファイヤーは当たらないと。この辺でそろそろ死にそうだな。わー、くっそ、上上がった。ダメだな。次のドア行きます。これは、え、なにこれ、え、え、ちょっと待って、死んだよ。あ、死んだ。待って、勝ったんじゃないこれ。これ予想外でしょう。作者さんも絶対予想外だと思う。ほら、待って。多分あの続きあるもん。見てみよう。ここだよね。ここで待機して本当は入れないというか踏まれない感じになってるはず。だからこの続き、ほらある。やっぱ予想外だったんだ。え死んだぞ。まあでも確かによく考えたらこれ死ななきゃゴールっていうわけ、ん？死ねばゴールってだけだからさ、死んでもいいのか。別に詐欺ではないよね。じゃあ死なないように行こう。これは切り替えて切り替えて、絶対に死なないコースではなく死んだらゴールできるっていうだけのタイトルだもんね。これはゴールできないで OKOK。 なんか怖いな、いきなり死にそうで怖いんだけど。これは OKOKOK。 でこのパウは壊せよ、落ちてくるのか。はい、どういうこと。あ、でもこれが本来のゴールっぽいね。はい、ありがとうございます。続いてのコース、光の導きを信じて。なんかロマンチックなタイトルだね。やってみたいと思います。ちなみに神かけたわけではなく神かけました。何を言ってるんだろう。始めていこう。こう、え、なんだ、鍵があるけど、これはジャンプすればいいのか。あ、光った瞬間にジャンプすれば OK っていうことか。なんかターゲットになってて打ち当てたみたいな感じが。うわ、面白いぞこれ。違うタイミングで打つと外れだけど、光ってるタイミングだとゲットができる。え、何これ、どういう仕組みなんだろう。めっちゃ気になる。でも面白い。ゲームセンターとかに置いてありそう。え、これはこの時にジャンプすると、え、なんで？これ違うタイミングだったら取れないってこと？他のやつで試してみよう。はい、次のコース。これは？一旦降りればいいのか？あ、今はリフトがある。あー、なるほど。リフトのタイミングがってことか。あ、ちょ、待って。今はないと。オッケーオッケーオッケー。一旦待とう。一旦待って。よし、次行きます。来るぞ、来るぞ。来た来た来た。今今今。あ、入るのか、危ない危ない。いいタイミングだった。これは？なんか書いてあるね。GK か OK か GO!GO! 今行けってことか。 OK! 入りました。これ、大丈夫か。キノコを、いいタイミングで、どっち取る、どっち取る。何もない時は外れ。何もない時は外れで、デカキノコが出た。え？あ、なるほど。ん？でもずっとやってても出るわけではないのか。今やったら？今やったら普通のキノコ取れないの？取れる！え？これどうなんだ？ああ、何も起こらないのか。タイミングよく隠し、なんだよ、隠しブロックが入ってるってことね。はい、 6?6 回押せってことか。はい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 、ん、はい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 。ああ、いった。これが光ってる間に6回押すと成功ってことなのか。すごいコースだな。ん、なんだ
これ赤信号なのね。今の行っちゃダメですよっていう赤信号で、さあ待ってます。多分今頃車がブーンって通ってるんだろうな。これ待ってたら戻るのかな、赤色に。ちょっと待ちたいよね。こういうの待ちたくない？変わらなさそうだな。うわ、ずっと青信号のままなの？それだったら他の人通れなくなっちゃうよ。はい、黙って入っていきます。どうやって作ってるんだろうね、このコース。これは？ラスト、最後ってことだよね。オッケー、入っていきましょう。最後どんなの？究極的なのが来そう。下、ジャンプして、ん？あ、え？もう一回行くよ。上だから今ジャンプしていい。どういうこと？あ、上に移れってことか、今。今上だから上行っていい。上にいていい。で、これで下に移れ。早いなー。はい、上ね、上。みんな上だよ。上見てて。次、下。はいはいはい、下。早いぞ。このまま。上。早いぞ。もう表示される前に、光がなくなったら下へ行こう。はいはいはい、下。で、光が出たら上。はいはいはい、上。で、なくなったら下。なくなった。はい、今。フェイント？危ない。フェイントとかあるのか？フェイントとかあったらもう無理だよ。オッケー、下。フェイント来るな、絶対来るな。上、オッケー。なくなったら下。はい、このまま下行く。オッケー。入っていく。しんどい。大丈夫か？これは正解なのか？なんか書いてあるぞ。こう、GG、OK、クリアなのか？グッドゲーミングって書いてあるね。これは大丈夫か？オッケー、入っていくよ。このままゴールか？まだあるのか？オッケー、ゴール。ありがとうございます。続いてのコース。呪われたエレベーター。なんかね、このコース、テレサーがたくさんいて、激しく上下に動くらしいです。だから、酔う人は気をつけてください。酔ったりするのかな？一応、忠告として書いてありました。これは？入っていけばいいのか。でね、ディズニーのタワーオブテラーっていうのがあって、それをイメージしてやったらしい。僕、乗ったことあるかな？ちょっと覚えてないな。あ、なに？誰か倒されたね。真っ暗だな。先は見えないんだけど。あ、上がっていくね。テレサーがたくさんいるらしい。まあ、死ぬことはないでしょう。中間地点取っておこうか。こっちに行けばいいのか？あ、なんかもらえる。フラワーってことはなんか死ぬ可能性あるな。これ耐久しなきゃ死ぬんじゃないの？オッケー、入っていきましょうか。うわー、めっちゃいる！これは？あ、ほっといていいのか？全然食らうんだけど！じゃあこれ、ちょっと両方見た方がいいのか？あー、落ちる！あ、やばい。あ、右、左。オッケー。どっちに行く？オッケー、避けて。なに？あ、なくなった！床がなくなった！ちょっと待って、ジャンプした。これ、床がない！ちょっと楽しんでいこう。このままちょっと止まっといてみよう。おー、テイサたくさんいるね。まだあるのかな？めっちゃ近づいてくるんだけど。どこだこれ。あ、助かったのか？まだあるのか？どっちだ？あー、終わりだ！はい、ありがとうございます。